低身長の方に似合う色とか柄っていうのがあるなと思うから、それもちょっと今回お伝えできればいいなと思ってます。低身長メンズ必見、スーツの選び方3選。前回に引き続いて、まあコンプレックスシリーズになるのかな。そうですね、うん、まあでも、はい、前回の動画でも言いましたけど、コンプレックスをね、コンプレックスと捉えずに、ネガティブに捉えずに、はい、キャラとして言ってもらうといいんじゃないかなっていうところで、そういうお話もね、今日はしていきたいと思います。はい。はい。低身長って気にしてるポイントだと思うんだけど、はい、私もさ、身長別に高くないじゃん。実は高くないんですよね。そう。標準サイズ、157センチで、うん、まあ標準身長なんだけど、でもやっぱり着るものとかで身長高く見せることってできると思ってて、はい、こうやって動画で初めてお会いした時に 100% 言われるのって、はい、サエコさんって意外に身長低いんですねって言われてて身長を、あ、皆さん高く見えてるんだなってそこで気づくんだけど、うん、やっぱり私自身もちょっとまあ背が高く見えるようなサイズ感だったりとか、着るもので結構気をつけてたりするっていうところもあるから、そういうところでそういうポイントを押さえてもらうと、例えば低身長なことをまあ身長高く見せたいなっていうところで使えるネタっていうところは結構あると思ってて、はい、そうそう、逆に愛ちゃんはね身長高いからなんかどうだろう、そう、小さく見せたい、見せたい、ね、見せたい、ちょっと逆の人の意見も聞いてみたい、うんうん、あ、まあそうだね、うん、だ自分はこういうふうに気をつけてるよっていうこととかが、まあ、低身長の方に関わらず身長が高いことに対してとか、はい、こういう対策取ってるよみたいなのが、うん、もしあればコメント欄でまた教えてください。はい、はい、ということでね、基本的にいろんな動画を見ていくと、まあ、低身長の方が背を高く見せるためにはどうしたらいいかみたいな、スーツでこういう選び方をするといいよっていうのって、うん、たくさん、まあ、調べても出てくると思うので、それを深掘りしようとは思ってません。ジャストサイズでスーツを着るとか、はい、あとは縦長ラインを意識するとか、うん、あとは襟は細めにしましょうとか、はい、でパンツはノータックでみたいな風に、まあ、たくさん出てくると思うんですよ。はい、でまあそれって間違ってないし確かにそうなんだけど、でもなんかね、私今回動画を撮るにあたっていろんな検索してみて、うんうん、はい、低身長男性って打ったら、はい、なんて出たと思う？想像つかないな、なんだろう、なんて出たと思う？ネガティブ、ネガティブに出たと思う、うん、かわいいって出たんですよ。世の女性って背が低い男性に対して思ってることって、うん、女性の本音としてはネガティブなことじゃないんですよ。なるほど。私もそうだもん。低身長の男性に対してネガティブなこと思ってなくって、うんうん、可愛いって、そうそうそう、だからそういうことを気にしてるのって多分本人だけだったりとか、うん、男性の意見なのかなと思ってて、はい、だからそんなに気にしなくていいことなんだなって思った。あー、かわいい。でもなるほどなと思いました。そうそう、うん、今だからかわいいを前面に出していいんですか？そうそうそう、うんうん、スーツを着てもらえばいいんじゃないかなと思ってる、うんうんうん、私もね、うちのお客さんたくさんの方がいて、身長が高い方もいれば、はい、そうじゃない方もいるけど、うん、なんか低身長の方に似合う色とか柄っていうのがあるなと思うから、それもちょっと今回お伝えできればいいなと思ってます。お願いします。で、はい、まあ、今日3選なので、うん、まあ、1つ目から言うと、ジャケパンスタイルよりもスーツの方が縦長ラインを作りやすい、ジャケパンよりスーツを着るっていうことなんだけど、うんうん、これね、視覚の問題で同じ色が続いてた方が縦長に見えるんだよね。なるほど。でもちろん、はい、ジャケパンスタイルっておしゃれだから、うん、着てもらって全然いいんだけど、うんうん、ただ縦長ラインを作るっていうところで言うと、スーツのスタイルの方が身長が高く見えたりとか、うん、すっきりして見えるっていうところはある。あ、うん、だからそこをちょっと、まあ、はい、ポイントとして押さえておいてもらうっていうのはありかもしれないね。うんうんうん、はいはい、そして、まあ、2つ目、うん、これはサイズ感はゆったりは NG。 ダメなんだ、うん、うん、で、すっきりさせることによって、はい、やっぱ縦のラインが作りやすい。縦のラインが大事なんだ、うん、でもちろん私服とかで今ね、はい、ゆったりサイズ流行ってるじゃん、セットアップとかでも、はい、
韓国の、ね、アイドルたちがちょっとゆるっとしたセットアップ着てたりとか、うんうん、スーツもまあスッキリよりかはちょっとゆるっとした感じのシルエットが戻トレンドとしてね戻りつつあるんだけど、はい、ただやっぱりそのスッキリとしたサイズ感を着ることによってやっぱりラインが作りやすくなるっていうのはあるから、はい、もしスッキリさせたいっていうのがあるんだったらそこをちょっと意識してもらうのがいいのかなって思ってます。はい、はい、そして3つ目、これはチェックとか明るい色をどんどんチャレンジしてってもらいたい。いいんですね。うん、ダークカラーがいいとか、うん、ストライプ着た方が縦長に見えるとか、うんうん、動画がねよく出てくると思うんだけど、私ねやっぱりね低身長の方が似合う色とか柄っていうのがあると思ってて、うん、はい、明るい色も全然素敵に着れる。例えば、はい、まあ、ライトグレーとかライトベージュって言われてるようなものでも、うん、無地を選ばずに例えばウィンドウペンとか、うん、柄入りとかを着てもらうとすごいね素敵に着れるんですよ。そうだから、はい、なんかそこで身長が低身長であるから、うん、この色を着なきゃいけないとか、うんうん、ネガティブに捉えるんじゃなくって、うん、その色をおしゃれにスタイリッシュにかっこよく着る方法っていくらでもあるから、うん、だからねなんかこの色を着てくださいとか、はい、この色じゃないけどダメみたいなそういうのは全くないから、うんうん、はい、だから着たいもの着ようよっていうことなんですよ。はい、そうでそれはやっぱまあ相談してもらって、うん、どういう色が似合うとか、うんうん、柄とかも3種類がある中から最適なものをご提案してるから、はい、スーツが似合わないって言ってる人って実は、うん、低身長の方が多いなと思っててコメントとかでも言われることなんだけど、はいはい、それって実はサイズが合ってないだけなんじゃないかなと思ってて、製品のスーツって標準体型の人に合わせて作ってるから、うんうんうん、まあ、体が大きい方とか、はい、低身長の方にしてみたら、うんうん、合わないよねそれは。そうですね、うんうん、でそこで例えばまあね、型に合わせて選ぶと、はい、うんうんうん、身幅がガバガバとか、うん、袖も長いとかっていうのって、ね、うん、そうそうそう起きてしまうので、はい、サイズが合ってないっていうところはオーダーだったらもうそこって完璧に解消できることだし、うん、だからね気にせず堂々と可愛さを生かしてきてもらえればいいんじゃないかなと思ってるわけです。はい、はい、スーツ着るとまず背筋が伸びるじゃないですか。うんうん、身長の低さっていうのは、うん、その姿勢一つでカバーできると思うんですよね。うん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 、それはねなんかお客様を見てて、うんうん、なるほどなって思った部分。そうですね、うん、なんかだからさ、さっきもね私のことを実はちっちゃいですねって思ってるみたいに、うん、はい、私もお客さん採寸するときに身長を聞くんだけど、うん、なんかちょっとギャップがあるなっていう風に思うこともあって、はい、あもっと大きいと思ったみたいな、うんうんうん、こうやって対面で会ってても思ったりすることってあるから、うん、なんかすっきり着ることによって背を高く見せたりとか、うん、キャラとして可愛さをアピールすることっていうのは、うんうん、ね、はい、そうできるから、はい、そこをぜひキャラとして、うん、はい、低身長×男性可愛い女性を持ってるから、はい、ネガティブに捉えないでほしいなって思ってます。で、はい、年齢によって、まあ、若い子はそれでもいいじゃんっていう感じで思われるかもしれないけど、うんうん、そんなことなくって、うん、女性ってさやっぱ母性本能ってあるからさ、はい、あのいくつの男性でも、うんうん、おじいちゃんのことでも可愛いと思ったりとかするじゃん。鶴瓶さんとか好きですよ。あ、そうおじさん可愛いじゃん、うんうん、それ若い人だけでしょっていう感じで思われがちだけど、うん、そんなことないから、うん、その年齢に合わせた可愛さを作っていこうよっていうことです。ぜひ今日はそれが一番言いたかったことだね、はい、そうだね、うん、なのであの、はい、ぜひぜひ自信を持って笑顔であの着るものをたくさんねあの楽しんでいただければと思っております。はい、はい、というわけで低身長メンズ必見スーツの選び方3選ということで今日は動画をお届けしました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いします。